動くな。あなたのおかげで妹は無事でした。小松に住んでいるのです。祈りが通じたようです。もう安全だ。お役に立つと良いのですが。ここへ。
暗くなりましたね。病人を癒すためにあるクスシが向かっているのですが、間に合うかどうか。病人はどこだ？野営にいる流民です。病に侵され、救いの手を待ちわびています。もうこの手は筒まで伸びておるな。街道も危ういはずだ。そのクスシを守ってやらねば。 様、ご無事で。聞いたことあるあの盲目の奉仕、いつも新しいお話を聞かせてくださる。最後に聞いた話は、お言いつけ通り街道を避けてここまで参りました。お主も無事でよかった。息子も怪我はないな。父よりも立派な子です。あなた様に助けていただいたこと忘れません。達者で暮らせ、さらばだ。 木のまま逃げてきた連中ですが、あなた様の助けになりたいと言ってます。ほらな、言ったろ。望みはあるんだ。
よし。 友を弔ってやってこい。
道具を見ていってください。何か入り用で。お役に立ててください。また来よう。あなたのご分を願ってますよ。 鎧を仕立て直しましょうか。
遠慮なくご覧ください。どうぞ。どうかご武運を。嬉しいです。俺の話を広めておるな。聞きたい言葉を言ってやるのさ。噂は広まってるよ、クロードの。お主が言い始めたデタラメではないか。クロードの力を信じてみんな村に残ってんだ。武士の力ではないのだな。武士とクロードさ。おじうえが自由になれば、皆おとぎ話から目を覚ますぞ。どうかな。タカは仕事に精を出してるよ。あんたのために必死だ。様子を見に行くとするか。志村様を助けるのに手を貸してくれる人は。まあな。石川先生と足立雅子殿が生きておいでだ。お二人とも人を追っていらっしゃるが、ご助力くださる。年寄りの弓取りとやもめの武士、それで足りるの？菅笠衆にも会いに行った。頭は古い馴染みであったぞ。じゃあ人手は十分に集まったんだ。お主はどうする？さあね。誰か手を貸してくれ。任せな。タカに会って話は後で。坂井様、終わりました。お待たせしてすみません。縄の先に鉄の鍵を仕込みました。壁登りや谷渡りに役立つかと。丈夫なのか？手前で試しました。オオサメを、鍵縄です。良いものだな。借りができた。いえ、とんでもない。俺は姉さんと家と鉄だけで満足なので。痛み入るぞ。ジン、どこにいる？龍蔵。
人出てこいよ。誰か武士を見てねえか。ここにいるんだろう。そのたちが錆を知りません。四方を探し回ったんだぞ。仲間が猛虎に捕まっちまった。叔父上の救出が難しくなるな。ジン、手を打たないと仲間がやられちまう。叔父後も囚われのままだぞ。場所は矢立て砦の近くだ。よし、分かった。策を考えてみよう。手下は砦の近くだと言ったな。どこかわかるか。ああ、実は砦の中の檻だ。砦は崖の上。いかにして助けるつもりだ。戦える奴はまだ残ってる。近くの四辻で待たせてんだ。足りると良いがな。行くぞ。手下はなぜ捕まった？あの地図覚えてるか？補給路が記されておったな。飯はあったか？ああ、万兵付きだったけどな。なれど精鋭を連れておったのだろう。まんまと生け捕りにされちまった。逃げ延びたのは俺だけだ。生きておるとなぜわかる？昨夜あいつら歌ってたんだよ。うん、猛虎が歌を許したとは意外だよな。上手だったのだろう。このまま浪人をやめてはどうだ。好きでやってるわけじゃねえ。刀比べで負けたからだよ。ああ、長尾家の刀比べ。それがどうかしたのか？覚えてるか。武家の連中が刀比べを見に来てたんだ。それなのにお前は本気で撃ってきて腕が折れかけたぞ。すまん。初の試合であったゆえつい浮かれてしまったのだ。そうだろうさ。あの刀比べで地頭様の甥子に皆会いたがった。そんなつもりはない。生まれのいいお前と違って俺はあの刀比べで腕前を見せてどこかの武家の老頭になろうと狙ってたんだ。俺のところに来れば話を通してやったものを。お前に頭を下げろって？嫌だね。俺は一人でどうにかしたかった。なぜ早く言わなかった？なんでだろうな。お前、小松でクロードと呼ばれてたぞ。酒井様より出世したな。どうした？お前より名が知れて不満か？ヒロと心臓は逃げたよ。もう戻らんだろうな。あいつら逃げただと？俺の苦労が水の泡かよ。捕まった手下を救うならこの数で十分。戦や病や飢えで死んだ奴はいても逃げる奴など弱いのだ。お前に非はない。他に逃げたい者は？時期暗くなる。出立はできそうか？手立ては道中で話そう。よし、
立て取りで仲間はあそこに捕まってる。どうやって救い出す？どうやって？策を出すのはお前の役だろ。うん。砦に入る道は一つだが守りが固い。忍び込まねばならぬだろう。崖の見張りが手薄だ。崖を登り壁を越えよう。何？お前は猿か？役立つ兵具がある。手下は任せろ。うまくいけば呪しを上げる攻め入りの合図だ。猛虎を挟み撃ちってわけか。見ろ、やはり策があったな。崖に続く道を探す。呪しが上がるまで隠れておれ。おい、ジン、死ぬなよ。得られぬか。だが鍵縄を使えばいけるはず。うまくいった。使い出があるな。お、手前の岩場に渡る。菅笠衆はどこだ？本当に歌っておる。檻は散らばっているようだな。ネギオン発進だ。
Master Mundi. もいるのか外におる助けに来てくれると思ってた無事のようだな。ええ、なんとか。Ne gün be? Ha? に備えろ。ガテンだ。Harbo. Şey olsa. Oh!
試していくぞ。違った。でも来い。門を開けねば。さあ来い。この者、自由を勝ち取れ。信じてました。いつ迎えが来るか仲間と賭けをしてたんです。負けちまった。酒は持ってきたよな。一体どういうことだ。さっぱり意味がわからねえ。どうした。猛虎はうまい飯をくれたってよ。それだけじゃねえ、拷問もなしだ。そりゃ歌も許すはずだぜ。無事であったことを喜べ。だがどうしてあいつらに飯を食わせる。見返りを求めたのやもしれぬ。助かったよ。あいつらは俺の全てだ。
してめえら馬に乗れ。小松でユナに会わなければ。一番手は誰だ？
British guns on Polo Top. ここだ。 皆の覚悟を忘れはせんぞ。
勝負しろ。
し、さあ、
相手だ。サムライアガタチュッチュマンだ。待たせてしまったな。ここで死ぬかと思いました。道中気をつけよ。どうぞお受け取りください。全て奪われた。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。約束はできぬ。ここだ。
米だ。盗んだものに違いない。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。ああ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。役立つものばかりです。浜で猛虎のお侍に勝てたのは数で上回ってたから。それは違う。それは崖から行く。何かご入り用でしょうか。油と松明を使ったんだろう。もう知ってるよ。さあどうぞ見ていってくださいよ。さあどうぞ。これほどの品はありません。恐れながら数が足りませんね。目的を達せられますよ。手に入りにくいものが揃ってます。
怪我をする前にやめておけ。お侍には見苦しいかもしれませんが、剣の腕を磨かねば、さらわれた娘を助けられません。どこに連れて行かれた？猛虎勢の砲を下ろした戦船に。二隻あるな。兵も大勢乗っていよう。勝ち目はないぞ。小舟と太刀があります。あとは腕の立つお侍がいれば。助けよう。船に乗れ。ありがとうございます。兵の相手は任せろ。さあ出立しましょう。いつでも船を出せます。どうか娘のことを頼みます。待っておれ、すぐに戻る。
し、マキに違いない。ふぬけばかりか。動くな。マキか。はい。父親が船で待っておる。ついてこい。こんなところまで来てくださるなんて。みんな死んでる。死んで当然だ。ええ。ですが、夢を見ているようで。ただいま。ああ、生きててくれたか。
浜に戻るぞ。承知しました。もう安全だぞ。何日も死ぬ思いだった。何日も待たせてすまない。二人とも休め。それからどこかにかくまってもらえ。仰せの通りに。そうします。これからどこへ行くの？お前は心配しなくていい。いつか穏やかな旅に出ようか。楽しもう。考えてもせんなきことばかりだ。
次は対馬、それから本土か。蒙古が相手じゃ勝ち目はないよ。考えがなさい。対馬を守るお侍、お頼みしたいことが。どうした。私はしがない薬師で野営の病人を治療したいのですが、いかんせん森の中で。森には賊や猛虎がうろついておるぞ。ですからお守りくだされ。よし、わかった。なれど病とは気がかりだ。打ち勝てるものなのか。病は戦うものではなく、寄り添い初めて治すものです。その話がまことならばすぐに立つぞ。広がる前に食い止めねば。感謝します。よく駒田から逃げ延びましたね。ユナという女子のおかげだ。俺を浜から運んだ上、手当てしてくれた。腕の良いクスシのようで。あれほど勇ましき者は知らぬ。俺の命の恩人だ。我が母を思い出します。昔私は体が弱く丈夫になれたのは母が作った薬のおかげでした。それからクスシを志そうと。おや、人がいるようですね。お主は下がっておれ。見てこよう。早く食い物をよこせ。そんなものはない。一緒だ。うたがいてくれ。参る。かような時に遠出とは。村の者が残らず病にかかって二人で逃げ出したところです。病源は悪霊です。ご先祖様を怒らせました。我らは戦わずして猛虎に食料を渡したのです。奴らが去ると皆が病に。この地は呪われています。先を行けば宿がある。休むといい。今は外にいる方が危ない。家に戻り隠れていなさい。ありがとう。悪霊がついてこないといいのですが。ここへ。へや。いともたやすく人を斬るとは。賊を追い返せたと申すか。賊が相手といえども堂々たる態度で丁重に頼めばおそらく。あのような連中にも通じると思うか。いえ、しかし太刀を振る前に穏やかに収める術を試すべきではないでしょうか。合点が言った。喫水の薬師だな。ちょっと薬師さん、こっちに来ておくれ。慌ててどうした。何事だ。息子が毒を食べちまったようなんだよ。見せてくれ。野営を差し置くのか。手遅れになるぞ。すぐに済ませますので。仕方ない。俺も手を貸そう。感謝いたします。何を食った。食べ物なんて残っちゃいません。原因を探ってみよう。かたじけない。
ただの湯だ。カゴは空だ。野生のキノコをかじった跡がこれだな。クス氏に知らせよう。いかがでしたか。キノコを食ったようだ。このバカ、なんてこと。空腹のあまり手を出したのだろう。水苔があれば解毒できるのですが。ここにおれ、俺が取ってこよう。苔は見つかりましたか。あったぞ。いいか、よく聞いてくれ。苔を砕き、水を少しだけ混ぜたらよく煮るんだ。それを飲ませてやれば明日の朝には良くなるはずだから。そろそろ野営に行かねば。ええ、息子の命の恩人です。あの女の息子は百姓と同じ症状でした。体が痛み、息切れが激しく。つまり百姓も毒を畑に撒かれたということか。ええ、おそらくは。軽い毒なら苔で済みますが、念のため効能の強いハンゲを取りに行きましょう。池に生えているはずです。急ぐぞ。なぜ池のそばに。ここは丁重に頼んで去ってもらうとしようか。いえいえ、あなた様にお任せいたします。Just to stay, be patient, man.
こちらです。ハンゲはあったか。ええ、おかげで十分に取れました。しかしあなた様は人斬りを楽しんでいるようにお見受けするのですが。全ては民を守るためだと太刀を抜くたび自分に言い聞かせておる。なるほど、失礼いたしました。病人のもとに行くぞ。野営は目の前です。大変だ、妻が息をしていない。いつから伏せておる。もう子供がうちの畑に来てからです。何か食ったか。口にできるのは井戸の水しかありません。手遅れだ、すまない。私がもっと早く来ていれば。お主に咎はない。しかし道草を食わなければ死なせずに済んだはずです。そのおかげで救われた命もあるのだぞ。毒が有縁であると分かることもなかった。ですが毒の出所までは。死んだ女が最後に口にしたのは井戸水だったな。そして病が広がったのは猛虎が去ってから。井戸に毒を仕込んだな。水とあれば病は瞬く間に広がります。治せるのか。ええ、半夏さえあれば。救ってやってくれ。そういたします。あなた様がいらしてよかった。
影、さあ。さあこちらへ。うちつね公の伝承でございます。古のこと、翼持てる悪鬼ありて災いをなす代理うちつね公を召されり、うちつね神の籠せし弓を持つ東大一の弓取りになり、再び悪鬼こしたれば弓をひっつかみ居落とさんとて立ちに蹴り、狙い誤たず山はるか雲をつかんと飛ぶ行きて、うちつね放つただ一矢、真の像を抜きたり、悪鬼地に落ち末路の息をうちつね公に吐きかける。ほどなく内常随所に悪鬼の姿見えれば、明賀の弓で余さず入れども人の叫びのみ聞こゆ、いだるるは皆人なり。内常子をついに捕らえられ、死刑ならんと覚えども、帝を哀れにおぼし召す。内常対馬へ流されて幾とせの後こと切れる、覚ゆる者もわずかなり、悪鬼を打ちしかの弓は対馬の島のもの隠し、弓が待つのは名人か、はたまた呪いの生贄か。呪いはともかく良い弓のようだ。お気をつけくだされ。かの弓は求めるものを闇に誘うと申します。覚えておこう。だがどこを探せばよいのだ。心を鎮めるため、内常公は海辺へ行き、青い紫陽花の中を散歩していたとか。手がかりになりますかな。いい子だ、影。走れ、影。講師が言っていた青い紫陽花、この近くだ。
影、さあ。青い花に囲まれた小島、弓はここにありそうだ。これが内常の墓。探すな、死ぬことになるだろう。天狗の面をかぶっておった。それにあの戒め、油断はできんな。かけろ、かけ。
雅子殿はご子息を連れて大巫女へよくいらっしゃったな。我らが遊ぶ姿を見ながら母上と茶を楽しんでおられた。走れ、影！あの小島、花に覆われておる。青い花が咲く山か。弓はここに違いない。顔色をするな。さもなくば対馬が滅ぶ。何者だ、何を言いたい。罪はないと思え。弓を追うでないぞ。向こうから音がした。見に行く。
報いを受けさせましょう。抜けばかりか。先に言っておれ。足立家の女武者で昔一騎打ちで浪人を殺した人。さあうちの道具を見ていってください。役に立ちますよ。雅子様だ。そう、雅子様。水が見たって人は酒井様と一緒に戦ってたんだとさ。いざ勝負。
青い花、この方向だ。弓はあそこだ。狐の長球。
こはどこだ。その弓を持てば最後まで死に取り憑かれることになるぞ。倒すことが先決。呪いは後で考えよう。弓の手入れをいたしましょう。速さ、やとび、力。長尾忠頼様も羨む弓です。申し分のない出来でございます。助かった。Thank you.
太刀についての御用があればお役に立ちましょう。きっとお気に召します。お番です、酒井様。弟から聞いたけど、酒を飲みすぎて死んだ猛虎兵が信じられない。金、材木、布を扱います。お役に立ててください。脅されてるんだろう。そんなわけあるか。そいつは裏切り者。戻ったね。